はい、皆さんどうも、あなたスマホ元気でいらっしゃいますでしょうか。よくぞね、今日もお越しいただきましてありがとうございます。今日もね、元気よくお神話行きたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ寒いですけどもね、まあだんだんと冬らしくなってきましたけどもね、体調とにかくね、大事にしていただければなと思っております。早速テーマに、行きたいと思うんですよ。本日のテーマはどんな人向きかということで、ちょっと久々にね、言わせていただきたいなと思うんですけども、あのね、まあこう気が利く人ってどんな人ってことなんですよね。テーマの方で言いますとね、エグゼクティブにしたいと思います ね。やっぱりそのエグゼクティブと言われるぐらいですから、まあできる人ですよね。まあとにかく仕事ができる人、エグゼクティブになるようなレベルの高い方っていうのはね、レベルがハイレベルですよね。そういった人たちがどのようなことを実際できているかっていうことをね、ちょっと今日はまとめましたんでね、お話をしたいと思うんです。でまずね、そのコミュニケーションなんですよね。まあもう内容の点で言うと、もう一つしかないんですね。もうこれに一点集中です。何かって言いましたら、気が利く人ですね。気が利く人ね、じゃあ気が利く人ってどんなことかっていうと、まあ、自分をまあ大きな心で包み込んでくるような人がいますよね。周りいらっしゃいませんか、そんな人。私はね、なりたいです。なりたいですよ、そんな人にね。憧れるじゃないですか。その中でもね、そのコミュニケーションっていうのは一番こう大事で当然になってくるんですよね。ただ単にこう仕事ができるっていう人はたくさん実はいるということをね、よくお聞きします。でも仕事もできて、そしてコミュニケーション能力も素晴らしいという方はなかなか少ないんですよね。でそんな中でね、やっぱそのコミュニケーションがとっても大事っていうことを分かっていらっしゃる方っていうのは、その人の本質をしっかりと見抜くっていうことなんですよね。これがまず一つ。人って結構こんなことを言う人いません？恋人選びの時でね、よくね、あるんですけど、お店に行ってね、デートで、ね、お店に行って、ね、店員さんに対する態度って結構、おーって見るところでありませんか？自分にはとにかく優しくしてくれててもとか、丁寧であっても、いざこう店員さんだったり、自分がお客さんとしてちょっと優位の立場でもないのにもかかわらず、ね、なんかこう偉そうな横柄な態度を取ってしまうとかってありますよね。その時に本質見えませんか、ね、よく人間ではね、よくも私もいろんな場面で話をしてますけども、怒りになったりとかね、ものすごくお怒りになったりとか、あとはめちゃくちゃ酔っ払った時とかに結構人間の素って出るよということをよく話をするんですけども、その本質を見抜くことにまあ長けてるわけですよね。であとはね、そのね、特別なことっていうのは何かって言ったら、立ち振る舞いだったりとか、空気を読むところですよね。場の空気を読む、そういったところですよね。ですから、その気が利くっていうことって何かって言ったら、自分自身が気が利いてるなってなくて、実は周りですよね。周りの人が、あの人と気が利くよねっていうことの方がやっぱりベストで答えなんですよね。ですから答えっていうのは、実は本人にではなくて、実は周りにあるってことですよね。そういったことを実は分かってる人なんですよね。でまずじゃあね、一つ言いましたね。今度二つ目ですよ。二つ目、トップの方、特に社長さんとかね、代表の方とかリーダーって言われる方ですよね。トップリーダーとかありますけども、ね、そういった中でその人がどのような点で、ね、人との関わり方をしているかっていうところ、そしてその人が実際に、ね、部下だったりとか、そういった方いますよね。その部下に対しての接し方ですよ。物事の特に教え方、一番わかりやすいのは、例えば部下の方が失敗した時にですよね。失敗した時にどのように教えるのか、どのように注意をするのかっていうのが結構大事なんですよね。うまくいってる人を褒めるのって結構簡単なんですよ。誰でもできやすいんですけど、実は失敗した時にどのように接するのかっていうのがものすごく大事なんですよね。これなんかわかりますよね。先輩後輩、上司部下っていう立ち位置が決まっていればいるほど、本当にできるかどうかっていうことが大事ですよね。でそれは何かって言った時に、その注意とかアドバイスをもらった後にですよ、ね、部下だったり後輩っていうのがどのように捉えているかっていうね、やっぱり感情ですよね。そこに結構大事な点があるんじゃないかなと思うんですよね。気遣いのできる上司とか、気配りができる先輩っていうのは、やっぱり人がついてくるんですよ。
これはどこでもそうですけども、上司も先輩も人間ですよね。同じ、私も当然先輩上司はいるんですけども、そういったね、自分が普段教わってるような人たちも同じ人間だっていうこと、そしてその方たちも失敗をするわけですよ、当然。で、困る時もあるわけですよね。その困った時に、普段から自分に大事に関わって教えてくださる人たちが困ったら、それは応援するわけですよ。それが普段のコミュニケーションの中で十分にこう出てくるわけですよね。そういった点が相手に対してどのような姿勢で関わってるかということが非常に出てくるのが、その気が利く人の中でも出てくるんですね。そしてね、次3つ目になりますね。3つ目、大事な点というのは気が利く人のね、共通点というのがあるんですよ。でまずね、1つは相手ありきだってことなんですね。ってことは、相手がなければ自分が生かされないってことを分かってるってことなんですよ。だから相手のことをちゃんと理解をする、ね、そして聞くっていうことですよね。そういったことをまずちゃんとできる人、そしてリスペクトができてるところですね。リスペクトが、それは部下だとかね、あの部下とか後輩とか関係ないんですよ。その人のことなんですね。人としてリスペクトできてることが多いってことなんですね。そして3つ目って何かっていうとね、先見性ってやっぱありますよね。先見の明とかよく言いますけども、その相手がこれをやるとどのようになっていくのかっていうことを読んで、相手にイメージを与えることができる人ですよね。私の師匠の一人でもね、やっぱりそういう人がいるんですよ。ね、やっぱ何人もいますけども、そんなのにダントツでいる方っていうのは何かっていうと、ビジョンですね。将来、未来をイメージを見せてくれる人だったんですね。そういうリスペクトだったりとかね、そして先読みでね、実際にこうイメージ、そういった部分も非常に大事にしながら、ね、自分のイメージを周りの人たちにもしっかりと一緒にイメージを見えるように、ね、こう話ができたり、行動を示してくれたりっていう部分が、エグゼクティブの人たちの共通点だっていうことなんですね。で、その中でもやっぱり気が利く人っていう理由は何かって言った時に、周りが見えていたり、理由っていう部分で人を見、ね、こうしっかりと洗脳するって言ったところで、人間性が伴ってないとやはり人はついてこないし、夢っていうのはね、ビジョンっていう未来っていうのは叶わないっていうことなんですね。ですからそういった部分で言うと、やっぱり自分自身がエグゼクティブ、仕事ができるリーダー、そしてトップということでね、いますと、自分自身の周りにそういう方がもしいらっしゃったらですね、ぜひともその方が何をしているのか、どういったとこを気配りができているのか、どういうところが気が利く人なのかということを、その人の仕事内容よりも人間性の部分で見ていくと非常に面白いかもしれません。ですからあなた様がまたね、さらに素敵なね、男性女性になるためにも、そういう仕事は見えている、そして今度は内面の中での人としての部分でも、どのような点が気が利く点でできている方なのかって覗いていくとまた面白いかもしれません。ではですね、また次回もよろしくお願いいたします。ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、何卒よろしくお願いいたします。また次回もお会いしましょう。本日もありがとうございました。